やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは衝動 OWX 仮面ライダーシリーズ第2弾から、まず第1回目ですね、仮面ライダーダブルのサイクロンジョーカー、今日は見ていただきます。さあついに WX も第2弾となりました。仮面ライダーダブル、サイクロンジョーカーでございます。かなりリメイクされたというかね、新調して、形も体もすごくいい感じに変わりました。もちろん足首曲げられます、後ろの方もね、やっぱこのマフラーが一番の特徴なんで、いい感じでマフラーの方が仕上がっております。今回のダブルシリーズはですね、手首パーツが結構いい感じで揃えてますよね、この後出てくる、ヒートメタルやルナメタ、ルナトリガーもそうなんですけどね、まず手首パーツ、今回はこれ開いてる、これ水平の開いてる手になりますけど、もう一つが構えてる方の手ですよね、手をこういう感じで構えた感じの、構えた手の方、手首パーツの方も用意してます。実写版とアニメのフード探偵とね、合わせていろんなアクションを参考にできると思うんですけど、まあ私は一応また実写の方が頭の中が濃いんでね、こういう感じのポーズをとってます。武器を持つ手もあるんですけど、サイクロンジョーカーにあまり関係ないんで、このポーズをとっていきましょう。さあお前の罪を数えろということで、この手首パーツですね、これが生きてくるわけです。そして拡張パーツセットについてた、このなびく枕ですね、ちょっとなびいて大きめに感じる枕がいい特徴になります。やっぱ、仮面ライダーダブルのサイクロンジョーカーはこれがいい感じだと思います。サイクロンジョーカーマキシマムドライブを やりたいところなんですが、これやってしまうとね、取り返しがつかないことになるんで、普通のダブルのライダーキックです。でこれでマフラーが結構生きてくるので、ライダーキックのポーズをとってみました。はい、いかがだったでしょうか。今回は仮面ライダードライブサイクロンジョーカー、新しくなったタイプのものを見てもらいました。今回 WX ということなんですけど、バイクいつ出るんですかね。なんか早くそっちの方も気になっているんですけど、まあまだそういう気配はなさそうですが、まあでも新しい展開でね、いろいろライダーが出てくるのは楽しみでございます。今回は以上でございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。